第一次、伊藤内閣は、参議院の伊藤博文が第一代内閣総理大臣に任命され、1885年12月22日から1888年4月30日まで続いた日本の内閣である。明治政府は、廃藩地検の証書を交付した、明治4年7月14日、長州の木戸高義、薩摩の西郷隆盛、土佐の板垣大介、 非前の大熊茂信の4人による薩長問い一人、ずつの参議内閣を作り、この時初めて、廃藩置県の断行も可能そうな、内閣らしい内閣を実現することに成功した。そして、これ以降、大上官の犠牲官である参議がしばしば各省庁の長官である今日を兼務しつつ参議内閣を構成し、ほぼ毎朝皇居に集まって、議論や決裁を行いつつ、 統治を行い続けていた。ところが、欧米諸国の制度を視察、調査した影響を及び、明治政府内外の諸事情から、参議たち自身が、内閣の主催者が明白な内閣、いわば、リーダーがいて、協力そうに見える内閣を施行するようになり、1885年12月22日の、大官たち第69号、大乗大臣左右大臣等を、 廃止内閣総理大臣等をおく及び内閣職権の制定により主犯指名された内閣総理大臣を及びそのものが任命した各国務大臣によって構成される主犯指名制内閣に移行することとなったその最初の内閣がこの第一次伊藤博文内閣である伊藤博文はこの内閣発足直前まで参議内閣の参議かつ宮内卿でありそのため 国内大臣を兼任している。井上る山形有友、松方正義、大山岩尾、山田清吉ら5名も、同様に直前の参議内閣の、今日から、大臣になっている。なお、この第一次、伊藤博文内閣から低新章が発足している。1885年12月22日任命。在職日数861日。 1885年12月22日任命。内閣発足当初来たるべき立憲体制に備えた国家機構の確立を目指した。いわゆる反伐出身者がほとんどを占め、長州藩、薩摩藩出身者を各4名ずつ入閣させるなどのバランス重視型の布陣となった。陸軍のドイツ式組織への改革や帝国大学令、小学校令などの制定に代表される、 学校令と創称される法案などの教育改革、市町村制の確立などが行われ、伊藤自身も、井上岳氏、金子健太郎、伊藤美世子と憲法草案を作成するなど、立憲体制への準備が着々と進められた。だが、伊藤の名優である、井上薫外務大臣が進めた条約改正案にあった、外国人裁判官制度と録名官に代表される、 大家政策が内外の反感を買い、八百八十七年に自由民権派による三大事件憲白書や大同団結運動、保守中正派とみられた谷盾機農商務大臣の辞任を招くなど政府批判が一気に高まった。そこで伊藤はやむなく井上を辞任させて、政敵といえる大隈重信と黒田清隆をそれぞれ外務大臣、農商務大臣として入閣させ、 保安条例を制定して、自由民権派の弾圧に乗り出したが、内閣は2年半で終わったが、手掛けた政策はその後の日本に受け継がれ、発展の基礎を固めた。伊藤博文は、この内閣発足の、約4年前、1882年2月に、国権制定のため諸国視察によって調べるべき、調査事項31項目を、井上薫外務卿と決め、3条、耳外状 実際、この内閣発足の約4年後の1890年11月29日、第1次、山形有友内閣の時、大日本帝国憲法が施行されることとなる。ところが、伊藤博文主導のこの憲法は、内閣や内閣総理大臣についての名分規定を全く置いておらず、必然的に内閣や内閣総理大臣は、天皇の、よって、この第1次、 伊藤博文内閣から日本国憲法施行直前の第一次、吉田茂内閣までの首相内閣制の性格は、内閣は天皇体験を執行するための存在であり、したがって一般国民や立法府や司法府からは制約されない存在であったと言える。それ以前の歴代の参議内閣が、とうにより自ら近代的な三権分立、 議会制民主主義を施行し実践し続けていたという事実と比較すると、この首相内閣制はそれ以前の参議内閣制よりも明らかに全近代的であり、王政復古的ではあるが、文明開化とは大いに逆行しており、そもそもの国勢である五カ条の御政門にすら大いに反していると言える。伊藤博文が率先してビスマルク憲法を施行したための弊害であり、逆噴射。 逆コースである。この第一次、伊藤博文内閣当時は、文明開化や食産工業や布告強兵や、早く上位をさらに強力に推し進める必要があったこと、自由民権運動に名を借りた逆恨み的な、妨害活動や社会主義勢力による政府転覆活動から、明治政府そのものを防衛する必要があったことなど、一気に、文明開化の方向へは進めない変革期特有の、 様々な困難があった。よって、この第一次、伊藤博文内閣発足及び4年後の伊藤博文主導の明治憲法思考は、その当時の課題解決のためのやむを得ない、軌道修正であったとも言える。事実、明治政府は、これ以降、日清戦争での勝利、日露戦争での勝利、及び、早く上位を完全に成し遂げ、幕末の志士たちが唱えていた、早く上位。 尊王上位を完全に実現するからである。立憲主義も参照内閣指導とともに、伊藤は官僚制度の構築をはじめ、人材登用の方法や各省庁の規則づくりもいった。内閣制度と同時期に内閣法制局を創設して、法律調査、審査を主として内閣の補佐組織に定めた。また、 伊藤が閣議で発案し1886年2月に直例第2号として各省庁へ指示した公領、官期後省は各省に局、顔設置、官僚は、縁故ではなく、試験で採用する、布告した法律の問い合わせや雑多で、組織別の区別がついていない文書が多いため、問い合わせを少なくするため、法案に説明文を付属、文書も区別をつけるなど、 組織体制と効率化を目指した内容を記し、同月に直令第一号として公文式が発布され、法体系を作り、布告を官方で統一した。官僚育成は3月2日に直令第三号で交付された帝国大学令で東京大学を帝国大学に再編成させて総合大学を誕生。ここに学生たちを集積させて実現を図った。また、 1887年7月には採用試験方法として文官試験司法及び見習い規則を定め高等試験と普通試験の二方式に分け合格者は前者を総任官、後者を半人官として省庁に登用される道を開いた。ただし1888年10月に開始された試験は合格者が少なく採用されても司法は3年研修を経ないと正式に 官僚になれない帝国大学は試験が免除され面接のみで採用。試験を受ける私立法学校の学生が採用される余地が少ないなど不満や欠陥が多数発見。これとは別に1888年4月に伊藤の手で数密院も作られた。当初の目的は憲法草案を審議するための期間だったが、翌1889年の憲法交付で、 数密院は新たな役割を与えられ、明治天皇の諮問機関として活動した。天皇は強大な権利を持つ代わりに、積極的な政治関与は控えるが、形式上は主権者であるため天皇の補佐を担うことになった。教育愛党が見込んだ森有紀文部大臣が制度を整えた。森はかねてから国民教育に熱心で、 伊藤の指示を背景に大規模な改革に乗り出していった。これには、儒教、漢学など道徳論をおんじ西洋化に抵抗があった、明治天皇と側近の元田長沙ら宮中二席を、置く者が不満を表していたが、森や伊藤にとっては、西洋学問の中で実学を学び、機械技術や生産活動などを取得し経済力を高める、技術者養成や漢学、 洋学いずれも返帳せず人が元から持っている基礎能力を発達させ自立心を育み国家の一員としての自覚を持ち社会活動ができる人間を生み出す教育こそが大切であり受教による天皇への忠義だけを高めても意味がないと考えていた森は1885年7月に従来の教育を批判し改善策を発表構想に基づいて改革に邁進した 1886年3月2日の帝国大、森が作った教育制度や進学体系はその後も改正、追加を繰り返しながら多様化していった。地方自治制度の改革は内務大臣に就任した山形有友が手掛け、明治の大合併と呼ばれる地方の合併政策を推し進めた。明治時代の地方は古城と呼ばれる民選で選ばれた人物が、 地方の行政を担い、中央政府から地方への政策実施は個長を通して言ってはいたが、基本は地方法人で個長に任せていた。中央集権を試み地方三新法などが制定されたが、実情に合わず改変、廃止されることがあった。山形は、こうした地方のあり方を認めつつ、政府とのつながりを強化する方針を定め、 1888年4月25日に市町村制を交付、それに伴い町村合併も推進し、1888年から1889年にかけて約7万から1万5千は余りと町村の数が激減した。これは地方に求めた負担増を解決するため財政が脆弱な区画を統合しようとしたからだが、合併後も 九町村との区別がつけられたままなど、不完全な合併に多くの問題が残された。ただ、それでも地方と政府のバランスを取った他の政策は評価され、中央から行政、または予算の執行命令を通して中央からのコントロールを受ける案も受け入れられ、町村会選挙も国政選挙に比べて条件が低かった。山形は国民の政治姿勢を向上させる狙いで、 地方制度を作り上げ、町村会など地方政治を通して、行政の理解を深め、経験を積んで中央に進出する人材投与を考える一方、国民が政治を理解しないうちから、むやみに普通選挙を導入して、混乱をもたらすこと、地方議会が民権派の根拠地として、過激な思想に走ることを恐れ、地方自治の確立で、全身的な国民の政治に対する成熟を、 実現しようとした。こうした目的は思うように実現しなかったが、山形が第一次、山形内閣の1890年に交付した、不県政、軍政で、地方自治はさらに拡大していった。外国人司法官任用問題も、参照不平等条約改正を目指した外交は、井上るが内閣誕生前の1879年から、外務協の職名で担当。 内閣誕生で外務大臣と解消された後も外国交渉で改正に向けて努力を続けていた。西洋列強の関心を買うため六名間を建設。西洋に日本は最先端の文明を取り入れ、文明国の仲間入りを果たしたことのアピールを強調。過敏な西洋文明模倣を世間から非難されるのを尻目に着々とイギリスなどを加えた。 列国条約改正会議で交渉を進め、1887年4月に合意がなされ改正の骨子が出来上がったかに見えた。ところが、ここで井上は大きくつまずく。改正案は外国人裁判官任用と引き換えに違い法権を撤廃する西洋に習った裁判制度と法典の確立及び列強に通知するといった内容に反発した。 ボアソナード、井上武氏が改正に反対し、政府内部から同調者が現れ反対運動が広がったのである。7月には、谷田機能商務大臣も反対を表明して、辞職、世論も反対運動を煽り立て、大同団結運動に発展、収集がつかなくなった井上は改正会議で、無期限延期を外国に通告、9月17日に責任を取り辞職し、改正は、 失敗に終わった。外相は伊藤が翌1888年2月まで兼任した後、大熊に外相を譲り辞任。次の改正交渉は大熊が担当したが、うまくいかず、改正はそれから6年後の1894年までかかった。ありがとうございます。